ロッシー・モレノは、メキシコの女子プロレスラー。本名、マリア・エステル・モレノ・レオン。父は、元レスラーで、アレナ・アステカ武道館のプロモーターだったアルフォンソ・モレノ。三人の妹であるエステル、シンティア、アルガモ・ルチャドーラで、弟もオリエンタルのリングネームで、ルチャドール。ドクトル・ワグナー・ジュニアは元夫で、その間に、息子のイホデル・ドクトル・ワグナーがいる。父から、ルチャの基礎を学び、 1978年にネッサワルコヨでデビュー。1982年にはメキシコ州のタイトルであるエスタドでメキコ王座を獲得。以降は D を主戦場として1985年に全日本女子プロレスで初来日。ジャガー横田が持つウアー世界女子王座にも挑戦した。1986年ジャパン女子プロレス旗挙げに参加。 8月17日の旗揚げ戦では、風丸美のデビュー戦の相手を務めた。ジャパン女子には、妹エステルも留学生として加わっている。帰国後、CMLL で活動した後、ドクトルワグナー・ジュニアと結婚して2児の母となるが、離婚。その後トリプル A で復帰。ソチハマダとの交想や、シンティアとの姉妹対決などルーダーとして活躍する。2000年に開かれた第2回。 レーナ・デレーナスで優勝も飾る。現在はフリーとしてメキシコのみならず、米国にも進出している。ありがとうございます。